安川慶一郎安川慶一郎昭和9年11月30日は日本の武士戦前の実業家政治家貴族院議員衆議院議員大正9年1月13日男爵樹爵君三道随法省地方財閥安川財閥の創始者であり国史的な実業家として知られる郷和武将 現用者社員。代々、亀井商用の学問の生形を継いだ、福岡藩士族の家柄で、受学者の徳永昭液の4、男として、福岡城下に近い鳥海村に生まれる。1864年、安川岡江門に16歳で婿入りし、1866年、岡江門の四女の峰と18歳で結婚し家督を、相続、なお、 東志郎から慶一郎に改める。藩校、周遊館に学ぶ。1868年3月藩の有筆に登用され、6月学問所下級教員となり、1869年1月判明により、京都に留学、9月に帰反して失政局に出資。1870年10月静岡に留学を、命ぜられ1871年5月、東京滞在中、 7月長慶の徳永織目が、暗殺事件の責任を取って切腹したため帰還し、10月、再び東京に、留学、1872年7月慶応義塾に、入学、1874年2月3兄の、幾島徳が、官軍省隊長として、江藤新平、党、吉武の佐賀の乱鎮圧のため佐賀に向かう途中、三瀬峠にて戦死したとの連絡を受け、 慶応義塾を中途大学至急遽帰京した。帰京後、学業を断念して、行島の仕事を引き継ぐことになり、炭鉱経営に着手した。1877年に、足屋で石炭販売業をはじめ、1880年、間炭鉱及び、商事炭鉱を経営。1886年点を若松に移転。 同年明治炭鉱を開発する。1889年、平岡幸太郎と共に赤池炭鉱を開発する。1893年次男、松本健二郎と安川松本商店を設立、父である安川は炭鉱経営。松本はその販売と分担し親子二人三脚体制を築く。 1896年文字に事務所を設置、その後支店を東京、大阪、神戸に拡大していった。同志的な主義がりがあった平岡幸太郎により、1881年に福岡に原用車が創設されると社員となり、安川の炭鉱経営による豊富な資金が、その後の原用車の活動を支えた。革命が起こると、 遠山光の大きな採算の反対を顧りず、孫文を神戸から東京に迎え、自分の林家を孫文の因果に借り4年間、毎月孫文に500円の生活費を提供していた。また、爆屋を菊作工事との共同事業として、侵害革命後、中国から先鉄の供給を受けることとし、感染用厚い製造を主たる目的として、中国との合弁企業を始めた。 その他、著書、武将余り賃では、国龍会の活動を記した。1907年技術者養成を目的とし、明治専門学校を戸端に設立。1908年、松本及び三男の安川清三郎と共に、明治工業株式合資会社を設立。1909年4月明治専門学校開校。1910年松本と共に、 明治専門学校付属小学校を創立。1913年、半円生涯を掲げて中華民国前、臨時大総統として亡命した孫文を、戸端の明治専門学校に迎え、返礼に、世界平和と書いた書が送られた。大正3年、衆議院に補欠当選する。1918年にかけ明治宝石、安川電機。 九州成功、黒崎幼業を設立する。また、九州鉄道取締役、若松筑工社長、筑豊石炭工業組合総長、明治。この間、1920年1月13日これまでの功績により、男爵の爵位を受爵。功により、君三党に助手、随放賞を賜る。1924年貴族院男爵議員に、五選される。 厚生会に所属、安川大五郎和子、ありがとうございます。